ブレイザフィオルズルの最も狭まったところ、クバムスフィオルズルの景色。バスフィオルズルはアイスランド北西部ヒャルザルネス海岸のフィオルドで、ブレイザフィオルズルという大きなフィオルドの一部としてその北西部に位置する自然保護区。バスフィオルズルは1975年に自然保護区に指定され、その一部は現在西部フィオルドのベストルバルザストランダルシスラ。 県内の自治体ブリアウスライクールに含まれている。自然保護区の規定により、区域内での活動は伝統的な生活に根ざしたものに限られており、現在は20ヘクタールほどの牧場で牧用が行われている。自然保護区は、西側を滑ら川、北をグラマ湖氷が、さらにホルナテル山の分水嶺ディニャンディシェズに囲まれている。グラマ湖氷がからは南に、 シングマの平理出現が南西にコルグスネス山があり、グラマ古氷河の河口はこの二つに挟まれた形になっている。保護区内には多くの湖や池がある。最大のものはバスダルスバン湖であり、面積は約2平方キロメートルである。基本となるのは第三紀元武岩の岩盤であり、1000万年から1300万年前に形成されたと考えられている。 地形はおおよそ氷河期に形成されたものであり、有事国などの氷河砂今が見られる。氷河の西にあり、岩肌の目立つホルグスネス山では、海面から700メートル以上の高さまで一気に、そびえ立っている。氷河砂今はこの地域はよく見られ、また地熱を利用した温水プールなどもある。バスフィオルズルの気候は、夏の間は穏やかで、 西部フィヨルド地域の重要な観光スポットとなっている。バスフィヨルズルから、バードウォッチングで有名な断崖のあるラウトラビャルグ、セーラルダールル渓谷、イーサフィヨルズルの市街地まで自動車で90分ほど、また西部フィヨルド最大のディニアンディの滝まで30分ほどである。フラトエー島までの船便もあり、約1時間ほどである。フロカルンデルには夏季のみ、営業のホテル、給油所、 トイレ設備のあるキャンプ場があり、海岸沿いには温泉を利用した温水プールやサマーハウスもある。滑ら川の近くの池では、魚の養殖が試験的に行われており、観光客が釣りを楽しむことができる。バスダルサ川及びバスダルスワン湖での釣りは許可制だが、クロカルンデルやブリャウスライクールで所定の料金を払えば許可を得ることができる。夏の間は、自然保護区の管理員が、 遊歩道などの様々な情報を提供している。バスフィヨルズルでは、個体数はそれぞれ少ないものの多様な種の動物が観察される。ただスズメバチは多い。アビ自然保護区内では、約20種類の鳥類が生息している。4から5月には、フィヨルドの随所で本家ワタガモやシノリガモが見られるが、聖火ではアビが最もよく見られる。オジロアシやシロハヤブサも参されるが、 自然保護区内に映像する例は少ない。森ネズミ、北極ギツネ、ミンクも生息している。ホルグスネス山の半島周辺の海に近いところでは、汽脚類も見られる。バスダルサ川では、サケが、バスダルスバンコでは、マスが生息している。カバノキが最も多いが、平地では、ナナカマドやヤナギが代表的である。ウッドクレインズビルも多い。 バルザストロンとの他の地域と比べると、白心やシダも多い。ヒースのような低木としては、コケモモが多く見られる。岩肌の露出した湿原では、地類も多く見られ、美しい景観を作り出している。バルザストロンとの他の地域と同様に、潮積の影響が大きく、多種多様な海藻や小さな海洋生物が海岸で多く見られる。ありがとうございます。